ではこれから畑に行っていきたいと思います。高島屋に行ってきました。今回のバリアフリードは、入り口の段差はとてもなくて、店内に入ること自体はすごく楽なんですけど、机と席の幅が狭いので、席の移動したりとか、場所を取るのは難しいので、入り口の近くの席を使った方がいいんじゃないかなと思いました。あと券売機は、カードが使えないしちょっと高めなので、立てる方が行った方がいいと思います。あと味的には、とても味が強くて脂が多めでとても、夕飯とかに向いてるんじゃないかなと思います。店員さんはとても優しくて、すぐに僕らが来ても対応してくれたので、こののバリアフリーで行ったらとてもないと思います。